アナピー3秒クッキング。皆さん、こんにちは。今日も3秒で作れるレシピを皆さんと共に楽しんでまいりましょう。さあ、本日は日本の夏のカフェオーレを皆さんと一緒に作ってまいりたいと思います。だいぶ暑くなってまいりましたね。こんな時は、皆様、ご家庭に麦茶をですね、たくさんお買い求めになられると思います。麦茶とても美味しいんですけれども、飲んでいるうちに飽きてきてしまうということ、皆さんもご経験ありますよね。また一方、カフェオーレ、コーヒーを入れようかなと思いつつも、どうしても朝が暑いとですね、コーヒーを作るのも少し億劫になってしまわれる、そんな方におすすめのカフェオーレを本日は、作ってまいりたいと思います。さあ、それではまず材料を確認してまいりましょう。こちら麦茶をチャチャチャと用意してください。そして牛乳の方はニューッと用意してください。さあ、それでは早速作ってまいりましょう。麦茶と牛乳、私もはやどちらが麦茶かどちらが牛乳かわからなくなってしまいましたが、こちらを入れます。はい、出来上がりです。カフェオーレが完成いたしました。私少しこぼしましたが、撮影上問題ございません。それでは早速、ご試食させていただきたいと思います。とてもこの気が抜けた感じが、日本の夏の朝を思い起こすような、そんな味わいですね。麦茶と牛乳を混ぜてもカフェオレにはなりません。とても、気が抜けた牛乳、そして、中途半端にコクのある麦茶といった味わいの、カフェオレが出来上がりました。皆さん、日本の夏っていいですね。さあ、それでは�3秒の周りにある3秒レシピ、そしてこのチャンネルで、試してもらいたいレシピなど、ぜひコメント欄にお書き添えください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。